おはようございます。今日の話は「あマジドンマジドンマジでどん底から抜け出す一流の人のすごい考え方」という西澤康夫さんの本の中から「迷った時は得にならない方を選ぶ」という話です。<laughs> まあ得になることと得にならないことがあるそうした時その「迷った時はですね得にならない方を選ぶんだと」と、まあ、それはどういうことかというと迷わなかったらですね、まあ、例えば1万円 儲かる仕事、10万円儲かる仕事があったとしたら、ですね迷わなければ10万円儲かる仕事を、まあ、それがいいやと思えばそれでいいと、しかしながら、1万円の仕事にしようか、10万円の仕事にしようかって迷ったときはです、ね、それは <coughs> 迷ってる時点で、ですね得しない方の仕事にお金以外の魅力を感じているということなんですね。ですから、それは得にならない方を選んだ方がいいよととそれはどううしてかというと。 得はしないだけれども魅力を感じる仕事はあなたが楽しみながらやりがいを持って力を発揮できる仕事である確率が非常に強いから高いからだということなんですね。で、まあ、テリー伊藤さんはですね迷った時は笑える方を選ぶと、まあ、これは、えーまあ、業界人、えー、タレントですからねそういう感覚どれがいいっていう着眼点でや,ことやっていくことにしたんだということをですねテリー伊藤さんは言ってます。 でまあ、笑える選択というのはです、ね、人を楽し,まる楽しませる選択なんですね。まあ、いわゆるサービス精神の表れであり、サービス精神というのは成功へつながるきっかけになりやすいわけです。ですから、笑える方を選ぶと、まあ、いうことなんですね。で,ですから、まあ、損か特価ではなく、すね面白いか面白くないか、楽しいか楽しくないか、笑えるか笑えないか、好きか好きじゃないか。 嬉しいかうれしくないかネタになるかネタにならないかまあそういうことでですね、えー、選ぶとですね、えー、まあたの、成功へつながるきっかけになりやすいということですねで人生っていうのは面白がった者勝ちだっていうよく言いますですから損得で動く人は、まあ、それはつまらないんですねで面白くないっていうのはつまらないですで損はしたくない <laughs> 無駄なことは一切したくないといつも思ってるからなんですね でお金でも時間でも働くことでもケチケチしてますそういう人は集まらない人はですね要するにケチくさいんです、まあ、そういう人はですねめちゃくちゃ面白くないんですねですから人も集まらないという話ですじゃあ今日はこれで終わります